皆様こんにちは。知財情報コンサルタントの野崎です。こちらの方の動画ではですね、以前に1回、Google パテントという Google が提供している無料の特許検索データベースについてですね、本当の本当の超スーパー基礎について説明をしたんですけども、今回はそれの続編という形で、検索した結果の後にですね、またこれいろいろ機能がありますので、そちらの方のご紹介をしていきたいというふうに思います。実際にですね、 Google パテントがどういうようなデータベースで、検索するまでの結果、やり方についてはですね、前回の動画がありますので、下の備考欄のところからご覧いただければというふうに思います。今回はですね、今こちらの方の画面に映している、実際に検索した結果、これブロックチェーンというですね、キーワードで検索した結果、こちらの方からですね、実際に各特許の画面とかですね、を使いながらどういった機能があるのか、どういった使い方があるのかというところを説明をしていきたいというふうに思います。はい、そうしましたらですね、実際にですね、今ブロックチェーンというキーワードで、実際にですね、ヒットしたのが大体1万3000件ぐらいあります。そしたら、とりあえず1件目ですね、ちょっとクリックしてみたいと思います。そしてこちらですね、PCT 出願、WO の国際出願ですね、ものになってまして、大体これはですね、日本語だろうが日本語じゃない、まあ、例えば英語以外の言語であってもですね、まあ、大体この英語の方で、機械翻訳された英語の方で、実際にはこう表示されることが多くあります。この PCT 出願自体は、この右側の、アプリケーションというのは、出願経過の情報を見ていただくと、これ韓国の、企業かな。からの出願だということが分かります。なので、この PCT 出願もおそらくもともとはハングル、韓国語なんだろうなということで、このアザーランゲージとか、ね、コリアンというのをクリックいただくと、このような形に、韓国語でのですね、PCT 出願の、出願の明細書というところをご覧いただけます。まあ、実際にちょっと私もハングル読めるわけじゃないので、イングリッシュにしたいと思います。実際にですね、PDF、一件一件の特許の PDF をご覧になりたい場合は、こちらの方にあるダウンロード PDF と、いうアイコンをクリックいただきますと、PDF の候補を見ることができます。すべての国のすべての候補にこのダウンロード PDF っていうボタンがあるわけではありません。ないものもあったりします。で、次にですね、ご紹介したい機能、まあ、いくつかあるんですけども、この Find Prior Art という虫眼鏡のボタンですね。これを押していただくとどういうふうになるかというと、実は押していただくとですね、こんな違う画面が立ち上がってですね、検索が走ります。で、これどういう機能かというと、先ほどの韓国発のですね、PCT 出願の先行文献を Google のアルゴリズムで勝手に探してくれるというものになっています。で、先ほどの PCT 出願から、このブロックチェーンとかドナー、トランザクション、インフォメーション、デジタルクリプト、カレンシーといったようなキーワードを自動的に抽出をして、でかつ、この日付ですね、日付の方も勝手にですね、Google の方が設定をして、まあ、日付というのは先ほどの PCT 出願の出願日か優先日になると思うんですけども、そちらの方の日付で設定して、その先行文献となるような候補を勝手に見つけてきてくれます。で、ここでまた素晴らしいのはですね、Google パテントというのは、実は特許だけではなくて、特許以外のいわゆる学術文献とかも収録をしておりますので、これ今ヒットしたもの、1件目、2件目見ていただきますと、実はですね、Google スカラーブックスというところ、2件目もそうですね。で3件目だと US の特許がヒットしてるんですけども、実はこのプライアートサーチをやっていただくと、特許以外の文献も含めてですね、先ほどの特許の先行文献を探すことができます。で、もちろんこれ今日付が入っておりますので、先ほどの特許よりも前に質が毎日公開されたものというふうに限定することができるんですけども、もちろんこの日付の限定を外していただければですね、まあ、それの特許に関連する、まあ、要は類似特許文献、検索みたいな形で使うことも可能です。続いて、類似特許文献について検索したい場合は、先ほどこれ画面戻りましたけども、Find Prior Artの右側にあるこのシミラーというシグマですね。シグマの記号のボタンをクリックいただきますと、これも Google のアルゴリズムで、勝手にですね、先ほどの PCT 出願、国際出願に近い特許というのが、ピックアップ、検索されます。で、こちらの方はですね、先ほどの、Find Prior Artのボタンとは違ってですね、これ上見ていただくと、ニョロパテントスラッシュで出願、公開番号と言いましょうか、先ほどの候補番号が入ってきています。ということは、これ実はアルゴリズムは完全に開示されてないんですね。Google のアルゴリズムの中で、まあ、いわゆるシミラー、類似している特許っていう形のアルゴリズムが、まあ、内部で、アルゴリズム設定いただいていて、そのアルゴリズムに沿ったものが引っかかってくると。で、こちらの方はですね、大体の場合はこのシミラーを押して、ある特許のところでシミラーを押していただくと、1件目のところにその先行文献、先ほどの文献が出てきます。いわば 100% で言うと 100% 類似してますというものがまあ上に出てきます。で、2件目以降のところで、まあまあ、先ほどの PCT 出願に似てるものがあるんじゃないでしょうかと
というところで並んできますので、こちらの方でご覧いただくというのは、どっちかというと類似の文献を探すという観点では結構役立つかなと思います。で、ちょっとこれも戻ってです、このところでダウンロード PDF の候補を見たいとかですね、あとは先行文献を探したいとか、類似している文献を探したいというものがありました。で、あとはですね、これ実際に、まあ、英語で出てくる候補もちろんありますし、まあ、日本語の候補というのは日本語で読めるかと思うんですけども、当然日本語以外の候補、まあ、英語ないとか、ドイツ語とか、中国語とか、まあ、この韓国語とかですね、そういった場合にですね、要は日本語でやっぱり読みたいというニーズあるかなと思います。で、その場合ですね、これ今、Chrome という Google のブラウザを使っておりますけども、Chrome を使っていただくと、実はこれ右クリックで、日本語に翻訳というメニューがありますので、この日本語に翻訳というメニューをクリックいただきますと、実は Google パテントですね、こんな感じで日本語に翻訳することができます。こんな感じですね、要は日本語以外の言語、右クリック、Google の Chrome を使っていただくと、右クリックで日本語に翻訳すると、日本語で読むことができるというところも非常に便利かなというふうに思います。で、それ以外にもいくつか、まあ、機能があるんですけど、この右側のですね、ボックスの中にはですね、まあ、いわゆる書士的な事項という形で、まあ、広報番号だったりとか、先ほどご説明した、まあ、PDF の広報とか、ファインドプライヤーとシミュラというところの他に、まあ、どういう言語で読めますか、あと発明者、あとは出願人とかですね、権利者の場合もあるんですけども、そういったものは誰ですか。であとこの下に来るのは、これ、パテントファミリーですね。ワールドワイドアプリケーションになりますけど、これ、パテントファミリーの情報を示しています。で、もしもこれは現状ですと2つとも生きてるかなと思うんですけども、死んでしまっている場合、要は権利状況がデッドの場合ですと、横棒がやって、国の行動の方が横棒が引いてあってです、あ、これはもうすでに死んでるときになるというのが分かることができる。この下のところには、出願のまあ経過情報というところを見ることができます。で、その下にあるのがインフォというものとエクスターナルリンクというところでして、まあ、インフォというところ、特許文献の引用であるとか、非特許文献、学術文献とかの引用であったりとか、あとは非引用ですね。引用特許。あとはリーガルステータスとかですね。あとは先ほどの類似特許だったりとか、あとは先行文献、優先権でつながっているような関連文献といったところをここからご覧いただくことができます。実はですね、この Google パテントの引用文献、非引用文献が結構充実してまして、引用文献というのは各特許の、まあ、いわゆる審査経過情報とかを見ると、まあ、どういった文献を引用しているかわかるんですが、非引用ですね。ではこの特許は公願の、どういう特許に引用されているかというのをなかなかですね、無料のデータベースで調べるのがなかなか難しかったりします。ただ、こちらの方の Google パテントの方は、その非引用の方も、まあ、整理をしてくれてますので、見ることができるというのが非常に優れているところかなというふうに思います。まあ、ちょっとこれ今、引用とか見てますかね。これが引用の特許ですね。韓国の PCT 出願ですので、まあ、引用文献の方が、韓国の特許文献、ばっかりという形になってますね。であとは、このノンパテントサイテーションというところが、いわゆる特許文献じゃない学術文献とか、まあ、雑誌とかですね。そういったところの引用文献になります。で、この下のサイティッドバイというのが、いわゆるこの特許がサイティッド引用されているということですので、引用特許というものになってまして、これは37件の特許に引用されているという形です。で、この先ほど申し上げたこの品用というところは他の無料のデータベース、例えば日本ですと J プラットパッドとかいうところでは調べることが結構難しい、できないというのがありますので、まあ、こういったところの Google パテントを使っていただくのは結構いいかなというふうに思います。で、まあ、これは個別のですね、各文献のページでの説明になるんですけども、あともう一つ、この検索結果一覧のところですね、ディスプレイによっては、これ今私ノートパソコンでやってるんですが、ディスプレイによっては下の方に出てきます。私の場合下に出てくるんですが、こういった形で、ヒットした、結果のですね、ランキング、アサイニーですね、出願人権利者、あとインベンター、発明者ですね、あとは CPC、まあ、いわゆる特許の分類、欧米特許分類ですね、のところが出てきたりします。まあ、CPC はですね、残念ながら、サブクラスという先頭4文字、だけになるんですけども、こういったところの、まあ、ランキングというところで、まあ、どういった会社が多いのかなというのをざっくりと、確認いただくというところでは、Google パテントの方を使っていただけるかなというふうに思います。というわけでですね、今回は Google パテントの、まあ、超基礎編、前回の超基礎編の続きという形で、Google パテントの各個別の特許のページですね、まあ、そういうの見方とか、そこに備えられている機能といったところを中心にご紹介をしてまいりました。本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。こちらの方の動画の内容が役に立ったらですね、ぜひ高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。